野口清は、日本の武術家。号は、占領権、一位祭。名は、源の謙信。野口と、第一期生、野口式柔術独習期1877年10月、栃木県下津賀郡、木の村の野口長重の次男として生まれる。野口家は、幕府旗本大森品の守るの末裔である。父長重は第二本部徳会に所属する、剣術家であった。 また、兄の野口翔八郎は帝国小部会を設立して武術の通信教育をしたことで知られている。幼少より父長茂から武術の教育を受けた。野口清は地元の学校を卒業後、1887年に上京し、東京柳原英語学校に入り、英語を学んだ。また地元で漢学を田中正隆から学んだ。1888年に、 水戸中学校に入学し、1893年に卒業した。再び東京に出て、東京法学院に入り、法律学を収めた。東京法学院の抜擢試験に合格し、1895年に台湾総督府の政務部官に任命され、台北市、キールン市等で勤務した。その後中国各地を有歴して1898年に帰国。同年に、 野口正八郎と共に、栃木県から上京し、下役に武徳館道場を開いた。しかし、道場経営が振るわず1898年に、兄を残して帰郷し、現在の茨城県結城市に道場を開いた。修学中に、剣術、柔術などの武術を修行した。はじめ野口は、栃木県下津川郡絹村に伝わっていた、無双流で柔術の手ほどきを受けた。 さらに無念流、鬼刀流、陽神古流、神影流、正幸神道流、喜楽流の六流派を極め、1898年に一種の真理を発見して、神道六合流柔術を開いた。同年に茨城県有城町に武徳館を開き神道六合流柔術と英語の教授を始めた。1900年で門人百余人。 1903年2月時点で1400余人、明治36年10月頃には1604人で、各地に数十の支部登場を設けていた。学んだ柔術六竜のほか、天神神洋竜や行動艦柔道等も研究した。また、日本の相撲やヨーロッパやアメリカの格闘技、中国の武術なども研究している。1903年に、 法律学を研究するため再び上京するが、東京に残っていた野口昭八郎に説得され、帝国勝負会師班長となった。1906年に、ひど公園で行われた、艦隊歓迎試合に出場し決勝戦まで進むが、敗退した。充術の投げ技、締め技、逆技、当て身を一人で稽古できるようにするため、野口式柔術独習器を開発し、 1912年5月15日に特許を取得した。帝国商部会で通信教授用のテキストを数多く出版した。野口清は、生骨の研究もしており、製法を詳細に解説した製法百技紹介を刊行している。柔道制服術の公認運動にも参加していた。第日本柔道制服司会結成後は、 東京府柔道制服司会に所属し、昭和3から4年には理事に選任された。足技、手技、腰行、横写真行、マステミ行と行動間柔道に近い分類法を採用する一方、出足層、手落ち、ともえ投げを3つを基本に、そこから派生する技を効率よく練習できるように、投げ技を出足層系投技、手落ち系投技。 ともえ投げ系統技に分類していた。各系統の技を順に稽古することによりすでに、得得した技と次に学ぶ技との差異が少なくなるように工夫されている。また、締め技、そもそも技には現在ではあまり見られない技なども含まれていた。初期の帝国勝負会では、神道無念流と一刀流を教えていた。後に、神道無念流と多数十流派から、 神道不操流を開いた。形と防御稽古からなる。受け、神国の門人、弁髪である。神道六合流制定型、たすき締め1908年に、兄の野口昭八郎が、神国関係に招兵された際に、昭八郎の代理で、神国に渡り、神道六合流を教授した。また、日本軍の支援を受け、天神疎開に、柔術道場を開いた。 天津疎開に、天津武術会、上海疎開に、高校道場を開き、柔術、剣術などを指南した。1908年5月24日に、天津疎開の北新中東軍病院邸内で、在留官民有志発起の柔術大会を開催した。この大会は、イギリス、フランス、ドイツ、清諸国兵の大力選手は、飛び入り勝手として行われた。この大会で、 飛び入り勝負を試みた者に、フランス中東軍のモッセルという砲兵がいた。モッセルは、当時の横綱日立山谷上門より、はるかに太平肥満の大男であったとされる。上着を脱いで、上半身裸となり、初段の渡せと取り組んで勝利のようにもてあそんだ。そして、モッセルは、他の人に代わるように要求した。次は二段の伊原が出て一回、モッセルを投げるが、投げただけでは、 勝ちとならず、逆に、モッセルに投げ倒され、動けないように抑え込まれた。モッセルは立ち上がり野口清に試合を迫った。野口は、日本人の中でも一層小柄であったが、エミを含めて、モッセルと立ち合い2回投げた。さらに立ち向かうモッセルを投げ倒し、新道六合流の、助け方で抑えたが、モッセルはこれを外そうと力を込めたため、喉が閉まって気絶した。 ノグジは、モッセルを静かに抱き起こし、気合をかけつつ活法を施して、すぐに蘇生させた。この間の技の貧瘍と平然とした態度に、観客一同に異形の念を起こさせ、その後イギリス、ドイツ、新国の選手は試合場に登らなかった。1915年11月30日、カリフォルニア州サンフランシスコで、アドサンテルと戦い敗北した。 独習期に当て身を入れる野口独習期出すき方柔術、独習期の首を締める野口秋春時代に、柔術一人芸子用の野口式柔術独習期を開発し、1912年5月15日に特許を取得した。柔術のすべての技、投げ技、締め技、逆技、当て身を一人で行うことができ、また状態だけ分離して以降の練習をすることもできる。多くの門人、 関係者がいたが、例として一部を記す。ありがとうございます。